にちは、どうもでーす。はい、京都生まれ、京都育ち、今も京都に住んでます、クミ着物クリエイターのクミ子と申します。よろしくお願いいたします。イエーイ。はい、今日の動画はですね、先日オーガンジーのレースを使った半襟っていうのを、ご紹介させていただいたんですけども、そのね、レースを使う元になった、大元になったものを、ご紹介させてもらおうと思います。それがこちらでございます。はい、これです。はい、一応ね、これがもともと私自身が、もう10年以上使ってます、いとこさんのシルクオーガンジーレースを使った袋帯に、はい、なっております。でね、これをもうネットショップの方には実際にもう出品はさせていただいてるんですけども、なかなかね、ちょっとやっぱり、ね、こう静止画というか、こう写真だけではちょっとね、伝わらないところがあるので、ちょっとね、せっかくなんでこれも、ちょっと今日動画の方でご紹介させていただきます。でもこれね、実際にそうですね、使い始めたのがね、確かね、2010年か2011年、なんかそのぐらいなんですよ。だからもう10年以上使わせてもらってる、私のこう久美子っていう作品の中でも本当ね、もうロングセラーになってます。でこれもね、その10年ぐらい前に初めてそのいとこさんでこのね、レースの記事を見かけた時に、もうね、これほんま一目惚れしたんですよ。なんじゃこの綺麗な記事っていうことで。でね、はじめこの素材自体は、そのいとこさんが言うてはったんが、いわゆるその一重のコート、レース用の一重のコートっていうことで、ご提案されてた生地なんですね。で私の中ではどうしてもね、その時でも今でもそうなんですけど、中でコートっていうのが、なんかこの素材自体がなんかあんまりイメージがなくって、それこそ皆さんこうね、この生地見てよう言わはる、ちょっと引っ掛けてなんかすぐ破れませんみたいな、なんかそういう私の中ではどうしてもね、コートやとそういうイメージがあったんで、なんかやっぱりこの透け感を利用した感じで、私やったらやっぱりね、帯がいいんじゃないかなということで、はい、ちょっとこういう帯を作ってます。でまあ、これはやっぱその時代時代によって、その色とか、このね、中の帯芯の柄とかも変えたりとかしてるんですけど、やっぱりね、この魅力はこのレースなんですよね。こうちょっと浮かしてわかるとね、本当にこうスケスケながすごくようわかるかなと思うんですけど、これはね、一応実際の色としたら、そうやね、ピンクみたいな、ちょっとこうベージュみたいな、ちょっとグレーがかったっていうふうな感じで、そんなにね、かわいいかわいいという色ではないです。で、下に書いてありますこのお花自体は、もうこれは一応蘭をモチーフにしたっていうような感じなんですね。でこれが一応お太鼓になってまして、で前の柄はと言いますと、はい、じゃじゃん、こんな感じです。はい、これが前の柄ですね。こういう感じで、でね、このね、柄付けのパターンは結構ね、やっぱりこのレースだけでも本当に綺麗なんで、反対巻きしはった時はもうあえてね、そのレース感を楽しんでもらいたいように、ちょっとこういう感じでもう無地にしてます。はい、っていうことなんで、もうお腹の柄は、柄がある方とない方と楽しんでいただけるかなっていうような感じなんですね。でまあこれもやっぱりせっかくなんで、今からちょっとボディの方に着付けをして、ちょっと着姿もぜひご紹介させていただけたらいいかなと思います。はい、それではスタート。はい、ということで、今回はこのレースの袋帯をちょっとね、だいぶカジュアルめの紬のお着物に合わせてみました。こんな感じでーすね、ほんまに綺麗ですよね。これやっぱりね、真っ白じゃなくって、やっぱりレースの色自体がちょっとそのピンクベージュっぽい、やっぱちょっとね、色がついてるだけでね、すごく落ち着いた感じですよね。でやっぱりこの下のね、柄がやっぱり結構くっきりはっきり見える感じなので、華やかさもすごくありますね。でね、この帯結構やっぱ質問で言われるのが、やっぱり先生、これなんか引っ掛けたりとか破れたりしませんとか言われるんですけども、本当に丈夫です。私もまあガサツなんですけど、その人間でもそのね、こうビリッとか破れたとか、そんなことをもう10年以上使ってて1回もないので、めちゃくちゃ締めやすいです。ちょっとじゃあ前の柄もご紹介させてもらいますね。はい、で前
前がこういう感じです。ね、ちょっとズズズズズイーと寄っていくと、ね、やっぱりちょっとこう画面越しでもちょっとこうツヤ感がね分かってもらえるかなと思うんですけど、ね、ほんまにねこれ上品です。だからねこういうカジュアルな着物に合わせてもそんなにね仰々しい感じとかではないのですごくね合わせやすいと思います。でこういう薄色の着物でもいいし、もちろんね濃い色の着物に合わせてもまだね雰囲気がパッとね華やかになる感じにはなるので、それはそれでねまたすごい綺麗だと思います。はい、ということで、本日はシルクレースですね、オーガンジーのレースを使った袋帯のご紹介でございました。ありがとうございました。ね、あれほんまに綺麗です。で綺麗やし丈夫やし、でどんな色の着物にも合わせやすいでね、結構やっぱりあの帯自体に、まあ、その結構いろんな質問とか受けたりとかするんですけども、まずはやっぱりね引っかかりにくいです。もうねこれねわざとねこうガジガジとかなんかやらへん限りそんなにねこう簡単に破れたりとかもしないので全然ね締めやすいと思います。でねあとは軽いで締めやすいっていうのが、その締めやすい理由がね、やっぱりこうレースって凹凸があるじゃないですかね。でそれがねこうキュッと締めた時にその凹凸がねちゃんとこうカチッとはまってくれる、レースの凹凸がこうカチッとはまってくれるんですよ。せやから緩んでくることもないし、すごい軽いし締めやすいです。で、まあ季節的にねこれもよく聞かれるのが、先生は例えばその真夏はどうなんですかって言われるんですけども、まあね、あの真夏で別に締めてもらってもね、そのレース自体に季節がないから別に OK じゃ OK なんですよ。ただね、あの今のあの帯自体のレースの裏地自体が夏物ではないんですよ。いわゆるその合わせ人用、人用用になってるから、その裏地を使ってるからね、ちょっとね、まあ、着てはる本人さんが若干ちょっと暑いかなっていう、ただそれだけの理由ですね。まあ、そこの暑さだけもし我慢してくれはんにあったら、あの真夏につけてもらっても全然大丈夫かなと思います。でね、まあ、この帯自体はやっぱりもう10年以上ねずっといろんな方にもお世話になってますので、今日はねちょっと何人参加の方で、お写真でちょっとお借りしているのでちょっとご紹介させてもらおうと思います。まずはこの方、はい、もうねこのお客様はちょうどねもう今、あそうそう、ちょうどね1年前ぐらいに、それこそ大手のねフリマサイトさんで偶然ちょっとうちの作品とかを見つけてくれはって、でもそっからね本当にもういろんな作品うちのもう買うてもらってます。いわゆるその別注オーダーとかもしてくれてはるし、もう本当にもう一目パッと見てもらってもうすごい気に入っていただいてるようなお客さんなんですね。でこの方も私よりはねちょっとこう年代でも上の方なんですけども、全然ねそういう方とかでもこの帯は使っていただいてます。はい、本当にありがとうございます。で次、はい、この方ですね。ねこのお客さんももう本当ね最近なんですけどね、こちらもねたまたまとあるフリマサイトの方で、私まだ実際会ったことない方なんですよ。会ったことないお客さんなんですけども、その方がやっぱり本当にこのレースの帯にすんごい惚れ込んでくれはって、実際にお買い上げいただきました。でやっぱ嬉しいことにね、そのたまたまね6月とかやったらやっぱお友達のね結婚式とかもあったらしいの でそういう時にでもねこんな感じでこう素敵にね訪問着とかにも合わせてくれてはるし、めちゃめちゃ綺麗ですね。ほんまように言うてはるんです。そう、早く会いたいんですよねって感じ。そうなんです、はい。で最後この方、はい、でこのお客さんはそうなんです、あの前もねちょっと動画で開けさせてもらったお宅訪問で寄らせていただいたお客様なんですね。もうこちらのお客さんもこの帯結んでくれはったら、もうそれでねあの後で感想として、先生あの帯本当に締めやすいから皆さんにもっと言ってあげてくださいみたいな感じで、すごいね嬉しいお声も言ってくれてはります。はい、っていうね、まあ本当にこうねもう紹介しきれないぐらいにあの帯に関しては私もいろんな思い出があるし、でそれでいてやっぱりね数はやっぱたくさんね大量生産っていうのは一気にできないんですけども、まあああいう感じでこう一点一点いろいろね、ご紹介させていただいております。でねあとはそうネットの方にはもう一つねこう色違いというか柄違いで、私が実際着用してる写真とかもちょっとあるんですけどね、こんな感じで。そうでこれも一応同じように、まあ、こっちはですと受注にはなるんですけども、また出品の方で、ネットの方でまたご購入とかも、はい、していただけます。
はい、ということで、まあ、一応こちらもねお値段の方をお知らせさせていただきます。これがね一応仕立て上がりのお値段で298,000円になります。ありがとうございます。ねえ、まあ、本当にあのシルクのねあんだけいいオーガンジーのレースをあれで、ね、全部ねもう全部帯の端から端まで使ってるっていうの本当に贅沢なものなんですけども、やっぱりね使い勝手がいいし、今までの着物っていうね通常の一般的な着物の概念を本当に崩してもらえる、いい意味で崩していただけるような帯なんじゃないかなと思います。はい、興味ある方はぜひね、ぜひまたネットショップの方ぜひともチェックしていただけたら嬉しいかなと思います。はい、ということで、本日はオーガンジーのレースの帯のご紹介でございました。またこの動画の方がいいねと思った方はいいねボタン、またねコメントとかも私はいまだ全部読んでますので、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。じゃあ今日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあねー。